グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。当初は既存のウッドデッキを修理して使えないかご相談がありました。ご希望に合わせたウッドデッキにするため、すべて取り替えることにしました。手すりを高く設置して、リンチからの目隠しになるように計画します。ウッドフェンスで囲った空間はプライバシーが保たれて、とても快適です。フェンスの隙間は外からの視線がカットできて、風通りが良くなるように寸法を決めました。手作りのウッドフェンスなのでご希望に合わせて自由に設定ができます。玄関脇の土のままだったところを土間コンクリート打ちにします。自転車置き場もコンクリート敷きになり、土のままのスペースはすべてなくなりました。ドラセナというヤシの木とポストユニットで玄関周りにアクセントをつけました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。